長野インターネット放送局と申します。今駅の、前に来てるんですけども、はい、アナウンスが入りました、はい、ここで、今千曲市の、八代駅前で、市民ギャラリーですね、はい、に来ておりますけども、そこで今奥の方で、盛大にやってます音楽ライブ、はい、それを主催してます諏訪さんに来ていただいております。ありがとうございます。こんにちは。どうも。こんにちは。ありがとうございます。町田音楽ライフ実行委員の、諏訪翔平です。お願いします。諏訪さん、まあ、今駅の、まあ、はい、ベルとか鳴ってますけども、そういう中で、はい、音楽ライブ、はい、結構長く何回もやってるってお聞きしたんですけども。そうですね、去年のもう1年7ヶ月、まあ、もう少し2年経ちますけども、はい、去年の一応12月に1回このギャラリーが始まり、その前まではずっとロータリーの方で、八代の駅のロータリーの方で、イベントをずっと月1回やってまいりました。はい、それはその八代駅の中でやってるのが最近定番になってますけども、はい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 、どのようなこう趣旨でやってるのか、ちょっとその辺を聞いて。やっぱり千曲市と書いて選曲って読むので、はいはい、やっぱりあれですよね、その音楽にちなんだ何かができるんじゃないかなという思いがあり、はいはいはい、一応やっておりはおります。なるほど、はい、地名といいますか、選曲、確かに素晴らしい名前ですよね。はい、ですね。いや、もうあの名前、まあ、もともと旧公職士だったんで、はい、公職士の時はもう音楽にちなんだってことはできないんですけども、うん、でそれが千曲市に代わり合併して、で戸倉ともこっちが合併して千曲市になって、で、選曲にちなんだということで、はい、まあ、本当はね、フェスみたいなことができればいいんですけども、はい、なかなかそうはいかないっていう状況にはあるので、はい、まあ、こういうギャラリーやら、八代駅の前の、ロータリー、を使って、音楽イベントを月1回開催しようっていう企画で、始まりまして、で、まあ、町の活性化、今この商店街通りっていうのがものすごく寂しくなってるっていう、はい、で結局何をやるにしても、その商店街っていうあのものに関しては、あのそのお店の方のやる気もあると思いますし、人を呼ばなかったらやっぱりダメだとは思うんで、でもやっぱり僕たちだけで頑張っても何も進まないっていうこともあるので、そこは町一団となって一緒に町の活性化に関われればいいなと思ってますね。なるほど。町の活性化っていう、まあ、大きな目標があると思うんですけども、はい、なんかここで発表されるこのライブの出演者、なんかこだわりがあるとかってお聞きしたんですけど。こだわりはないですよ、正直。誰でもいいです、はい、だしぶっちゃけ自分その他 の, そのアーティストっていうものに関してあんまりこだわりがなくて、実は、はい、で別にその音楽に関わらずにしても、うん、僕はいいと思うんですよね。例えば別にその高校生の発表会やら、中学生の、今回の、発表、勉強学習発表とか、そんなんでもものでも音楽にはつながると思うし、人との出会いなので、音楽なんてものは変な話が、それ人とのつながりだけの話なので、特別扱いするわけでも何でもなく、そのあくまで音楽なんていうものはその程度のものなんでございますので、その何も壁がなく、その接し合える、ものが音楽だと僕は思っているので、これからもこういういろんな演者を呼んで、盛り上げていきたいと思います。なるほど。こだわりではないところにこだわりというか。そうですね。誰でもこう参加して、はい、そしてそのまあ音楽を楽しみたいと、はいはい、ということなんでしょうか。そうですね。まあ、中にはその音楽でなくて地元の学校の発表会みたいな形で先ほどされてましたよね。はい、だからもうそれも全て音楽ですよね。で生活に少しでも音楽があればいいなって思ってはいるの で, で最近駅ピアノの方も、そこの方にロビーの方にもありますけども、ね、そのね、駅でピアノが弾けるっていうものはやっぱりね、ちょっと他の駅とは違うんじゃないのかなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さん八代駅の方にお越しください。八代駅の中にピアノがある、はい、なかなか素晴らしいですよね。素晴らしいですよね。そういう中でまた誰でも参加できる形のギャラリーということで。そうですね。今後の予定はどうでしょうか。今後の予定はですね、来月の一応1月の20日、まだちょっと確定の予約は取ってないんですけども、
一応予定としては1月の20日から1月の25日までの予定で松田コンガレスまたギャラリーインギャラリーでやりますので、はい、ぜひそちらの方もお願いします。まだ2月、はい、一遍という形でしょうかね。そうですね、必ず月に一遍はやるっていう形には一応企画はしております。いくにやるかっていうのはどこを見れば分かるんでしょうか。それはですね、ですねですね、ポスター貼り出したりだとか、ね、チラシが出されますので、はい、そこでまた、見ていただければと思いますし、八代駅の方に来れば、イベント内容の方は確認できますので、はい、駅員さんに聞いてくださいということですかね。それもありますし、チラシも置いてありますので、はい、ぜひそちらの方を確認して来てくれればありがたいでございます。ぜひ今後とも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ここにもう一人ヒーローいたんだ、そういうわけすいません、ちょっとお呼びするのが遅れてしまいまして、はい、地元八代商店街のですね、ヒーローの八代君です。まあ、奇跡のツーショットを今日実現したわけですけれども、八代君、ゆるキャラクターなんていうのも感染経験がある、れっきとした、ご当地キャラクターでございますので、これからもですね、こういった形でいろいろと新城さんと絡んでいければいいなと思っております。基本的なメイン武器というか、変身アイテムのエマというのがありまして、このエマっていうのが、それぞれの民話に出てくる神様とか、そういった力をこのエマに封じ込めることによって、その神様に変身をするという設定です。でこれ今つけているのは、これは飯綱山のエマということで、飯綱山の神様の飯綱三郎天狗に変身しているという、飯綱三郎天狗の力を借りてこの姿になっているという状態です。言ってしまえば、長野にある神社、長野にある民話の数だけエマが、エマと、まあ、そういう使える能力がある、あすごいす、ね、物語が作れるっていう、いいですね。はい、こんにちは、長野インターネットフープと申します。今、熊市の八代駅に来ておりますけども、ご当地ヒーロー、じゃーんについて、詳しい宮島さんです、はい、に登場していただきます。こんにちは、どうも。こんにちは。じゃあご紹介いただけますか。お名前はまず、名前は、篠崎丹新修羅という、これはこのヒーローのタイトルですね。名前なんですね。名前ですね。なんて呼べばいいんですか。仮面ライダーみたいなことですよ。だから、そのヒーローの名前というか、はいはいはい、いっぱいいるヒーローの総称が新修羅ということですね。はい、新修羅さん、こんにちは、どうも。はい、で、彼は飯綱三郎という、おー、あ、名前があるんですね。はい、それは面白い名前ですね。飯綱、サムちゃんですね。飯綱山で修行をした、はい、まあ、飯綱三郎天狗っていうのがいて、まあ、一応設定では飯綱三郎天狗っていうのを襲名制で修行して襲名すると飯綱三郎になれるということで、まあ、彼も飯綱山で過酷な修行をした末に、はい、こういう姿になれるような能力を得たという設定。飯綱山で修行っていうことはどんな修行をされたんですか。いや、もうそれはもう言葉では言えないぐらい、ちょっと放送コードに引っかかるような辛い修行をして。なるほどなるほど。まあ、修験道の山なわけじゃないですか、飯綱山って。修験者たちが修行する山ということで、だからその仏にこう近づくような、そういう過酷な修行をしてこう能力を得るという、まあそうですね。その能力っていうのは、はい、まあ、さっきのショーで説明あったんですけど、はい、まあ、神の力を宿したこのエマを、はいはい、このエマとエマのアイテムを使って、はい、まあ、戦うんですけど、はい、この神の力を使えるという能力は、その修行をしないと得られないんですよ。なるほど、はい、そういう、これも変身するときに使うんですか。そうですね、変身アイテムですね。ガチャッと大事にガチャッとやって、かっこいいですね、はい、変身するわけですね、はい。あと、じゃあ武器について説明。そうですね、この武器はよくお墓とかに、はいはい、外場ってあるじゃないですか、はいはいはい、
あれをモチーフにしている剣なんですよ。あ、なんか呪文も書いてありますけど。そうですね、これはあのそうサンスクリット文字で。なるほどなるほど。あのサンスクリット文字、そうそう、これはあの供養の意味があって、はい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 、だからあの殺生と供養を両方同時にできるという便利な剣なんですよ、はいはい、これ。殺生をしながら同時に供養しているという、そういう設定の剣ですね。なるほど。なんか天狗をモチーフにしてるとか。あ、そうですね、天狗をモチーフにします。あ、はいはい、あの筑波市の天狗山なんてありますけど、ね、そうですね、あのキティパークのところに天狗いますね、あの、はい、大きい天狗が、うん、いずれはそうですね、そういう筑波市の天狗のヒーローも作っていいんじゃないかと思ってます、うん、撮影をしてるっていう話ですけど、はい、あれはなんかどこで見れるんですか。あれは YouTube で、あ、シナノキタン、シナノキタンシンシュラーで検索すれば出、はいはい、てきます。なるほどなるほど。今後の方向性はどうでしょうかね。そうですね、今後はまあ、まあ、今回みたいなヒーローショーももちろんやっていきたいんですけど、はい、まあ、映像も撮って YouTube に上げて、はい、というふうに。一応我々の最終目標は映像作品、まあ、30分ぐらいのドラマを作りたいっていうのが一応今のところの最終目標なんで、まあ、それを目指して頑張っていきたい。できつつあるんですか。まあ、脚本はあるんですよね。おお、それはあの舞台としてはどこなんですか。榊なんですけど、はあ、はいはいはい、ぜひ筑波市でも、はい、筑波市の脚本もまあ作っていただいて、作ってみようと思います。はい、はい、分かりました、はい、ぜひあの近い将来、まあ、すぐ YouTube で見られますもんね。そうですね、あの興味ある方は、はい、検索してくださいと。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。